果てなき大海へと望む地球の一部に立ち、目の前の複雑回帰に入り組む潮流を読み解きながら、肺褐色の狡猾な相手と渡り合う。磯の浮き深瀬釣り。そんな磯の浮き深瀬釣りにおける最高峰の戦いを5度も制したエキスパート、田中隆。蒔絵っていうのは、まあ、その何もついてない状態で自然とこう潮の流れに乗って流れて、そして沈んでいく。付け餌には針、ハリス、そして浮き、道糸がついて自然の流れをしない。これをいかに何もついていないような状態で流すかっていうのを目標にやってます。そう、彼がこの釣りの理想として追い求めるもの、それがゼロの状態です。ゼロという基本理念を掲げ、あまたの釣り人より多くの魚をかけ続けてきた田中。そんな磯釣りトップトーナメンターテクニックを紐解いていく。ITT 第4回目の舞台は大分県南部、複雑に入り組んだリアス式海岸の沖に浮かぶ深島。時は6月の中旬、グレ釣りにおいて第2のハイシーズンとも目される季節だが、産卵が3月、4月、5月ってあって、グレのそれが回復したやつが、まあ、スイッチが入って荒食いするような時期を梅雨グレ。餌取りもいますけど、グレも数が出てきて、まあ、元気もあるんで、餌取りと本命のその、切り離しっていうのは距離ですね、蒔絵と仕掛けの距離でこう変えてやればいいんですけど、泳ぐ速さであったり口の大きさっていうものが違うので、まあ、それを利用して、その違いを利用してこう釣り分ける、まあ、近くに寄せておいて、で遠くに蒔絵と仕掛けを飛ばして泳ぐスピードで大きいやつを拾っていく釣り。もう一つは、大きい餌を使ってちっちゃいやつは口に入らないけど大きいやつが口にしたら当たりが出るような、そういった釣りを、うん、して釣り分けると、まあ、効果がありますね。それらの要素を含む6月のグレ釣り、深島での実践を行うべく、梅雨の晴れ間、釜江の港から渡船へと乗り込んだ。午前5時半、港を後にする船。まだ磯釣りを始めて間もない頃、がむしゃらにこのエリアへ通ったという田中。周囲の景色を懐かしみながらの渡船。釜江港から9キロほどの洋上に浮かぶ深島。まずはその北西の角、森崎花へと渡った。この場所を2つに区切り、トライアルタイムを行う。今回のトライアルタイム、高水温、高活性な時期の戦いを想定し、キーパーは23センチ以上、制限時間は2時間とした。舞台は森崎花、西向きの先端を境界線とし2分割。果たして田中の選択は。本来であればこう右がこう狙いどころとしていいと思うんですよね、左と右で分けるのであれば。というのもそのやっぱし餌取りが多いんであればオープンスペースが広い方が、狙いどころが広い方がですね、釣りやすいので右が本命になると思います。ただ今この潮が上がってきて結構荒っている状態なんで、まあ立ち位置が1箇所しかないんでですね、後半今から下げていって後半もっとこう広い範囲で釣れるような状況になった時に右に入れればいいかなっていう気がしますけどね。最初まあ左の立ち位置でやって、はい。
本来ではこうちっかいサイズはねたくさん釣れると思うんですよ。なので、それ5尾で大体どうでしょう、2500ぐらいですかね。それにやっぱり30から40のやつを絡めていきたいのでですね、3キロ、うん、ゴミの3キロですね、を目標にやってみたいと思います。時間経過とともに潮位が下がることを想定し、あえてクローズドな側からスタートを切ることにした。よろしくお願いします。まず手前から、まずは足元から巻き餌をし状況チェックを行っていく田中だが、うわすごい餌取り、うわすごい。その正体はこの段階で不明だが、巻き餌には大量の餌取りが群がる。うわすごいな餌、なんだろうこれ。まあ1投目当たりも出ずに餌が取られました。すごい数の、なんでしょうね、高部かな、餌取りがいます。後ほど実際に水中を覗いてみたところ、餌取りの筆頭は田中の見立て通り高部、それに次いで多く見えるのが小型のグレである。もちろんこの時点では水中映像を見ていない田中、まずは足元の巻き餌と同調させながら状況把握を進めていく。当たった、うわひどい、食い上がってきてんな、なんか。あ、グレーだけどちっちゃいやつめちゃめちゃいますね。この日はオキアミの生、ボイル、そしてエビのむき身にエリエサと様々な刺し餌を用意した田中、巻き餌と刺し餌の合わせ方にプラスして刺し餌のローテーションでもキーパーサイズへの糸口を探っていく。ボイルに変えましたけどね、型が変わんない。ちょっとずらしてみます。巻き餌と付けをずらして、よいしょ。そうすると餌取りの猛攻は回避できるようだが、餌残ってくる。ということは巻き餌と仕掛けを同調させずにこうずらしてやると餌は残るんで可能性あるっていうことが分かりますよね。でも餌だけ置いといても食わないんですよ。だから次は少ない巻き餌をそのずらした仕掛けに巻いてみてどうなるか。ですけどサイズ上がった。でもキーパーないですね。巻き餌を打つタイミングを変え、刺し餌もローテーションしながらキーパーを目指していくが、今挿し餌をねいろいろローテーションして、まあキーパーを取れるようにやってますけど、ちょっと効果があんまないですね。もう遠投してやってみましょう。もう時間も1時間しかないんで、もうサクサクっと浮きを遠投の効く大型のものへと変更。まあ、まずはこれいきなりね遠投するっていうんじゃなくて状況を見るっていうのは大事なんで、まあ、見て今見てみましたけどね、近場を狙ってその、ま、足元の巻き餌にどうずらしたら、
まあ、型が取れるかっていうのでやってみましたけど、まあ、これで状況はね、このエリアの状況はもう把握できました。遠投しかないですね。もうもっとこう流れの変化があるところであればね、足元にこの巻いた巻き絵と仕掛けの投入点のずらし、そして付け絵のローテンションでかわせるたり型のいいのを拾えたりするんですけどね。さ、残ってきますね沖は。まあ、餌が残ってくるときはまだね魚が寄ってないっていうことなんで、巻き餌の量をねどんどん増やしていくといいです。まあ、最初からね巻きすぎると悟りが沖に出てしまったらどうしようもないんで、餌の残り具合を見ながら巻き餌の量を調整 していくといいですね。ほう、沖にもかなりの巻き餌を入れ仕掛けと合わせてみたのだが、餌残ってきますね。おかしいな。巻き餌としっかり合わせても沖では餌が残った。試しにそのままもう一度近くを釣ってみると、ね、近くで釣るとやっぱこのサイズ、あのサイズのグレがね足元でボンボンかかってくれるなら、足の裏ぐらいのやつ遠投したら食いそうですけどね。なんかおかしいですね。結構渋いのかもですね。意外ともうちょうど変わり目で水温が上がってきたところでちっちゃいやつはね活性上がってるけど、ある程度のサイズのやつはまだその産卵から回復しきってないというか、まだ活性が上がってないのかもしれない。まあ、オキアミの生を使っても残ってくるんで、ちょうど今足元から25メーターぐらいですかね離して釣ってますけど、まあ、餌が残っていきます。どんどんね足元から どこのラインでその魚の反応が出るのかっていうのをあと見つけていくしかないですかね。いいサイズの魚が活性が上がってれば沖でボンボン食ってくれるはずなんですよ。それがもう餌が残りっぱなしっていうのは渋い釣りを沖でしないといけないんでしょうけど、まあ渋い時っていうのはもう沖よりも根回りが狙い目になってしまうので、そこを狙いたいけど餌取りがいる、まあ難しいですね。同じ沖狙いでも先ほどより少し狙う場所を手前側へとシフト。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。